大谷武春のマイウェイラジオ。こんばんは。名古屋出身在住のシンガーソングライター大谷武春です。大谷武春のマイウェイラジオ、今夜も始まりました。さあ、ラジオネームもぐさんからメッセージいただきました。熱中症対策にはスイカやキュウリを食べると良いですよ。体温を下げてくれる効果があるみたいですね、とね、いただきました。まだまだ暑い日が続きますけど、夏バテしないように今日も元気よくいきましょう。この番組は共鳴電工の提供でお送りします。マイウェイラジオ。はい、最近車の中で大きな声で熱唱しながら運転をしている大谷武春です。いや、先月ですね、テレビのアナログ放送がね、終了して、デジタル化したじゃないですか。でなかなかこう車の中まで手が回らなくてね、まだ車の中が地デジ化してない人もね、多くて困ってると人もね、多いと思うんですけど、僕もその中のね、一人で、そういう時だからこそですね、こうラジオや CD にね、こう合わせてですね、こう歌を歌う機会がめちゃめちゃ増えてね、すごい大きな口を開けて歌ってるわけなんですけども、多分ね、僕と同じように CD とかラジオでね、歌ってる人多いと思います。だから車の中でですね、こう信号待ちねした時に、多分左右キョロキョロ見てみるとね、めっちゃでっかい声で歌ってる人をね、目撃するかもしれないですよね。でその中の一人がひょっとしたら僕かもしれませんので、もしもね、熱唱している僕の姿を見ましたら、見ましたよっていうね、メッセージください。実際見られたらね、すごい恥ずかしいですけどね。で、せっかくね、こういう機会だから、テレビが映らなくなって、久々にラジオを聞いたっていう人も多分多いと思うんですよね。でそこで初めてこの大谷武春のマイウェイラジオに出会った人もね、多いと思うんですけども、そういう人はぜひですね、こんな機会だからこそ改めてね、ラジオの魅力っていうのをね、皆さん再び感じてもらえたらなっていうふうにね、思います。やっぱりメッセージとかをね、いただいて読むっていうのはラジオならではですのでね、ぜひ皆さんね、メッセージもお待ちしてます。はい、それではここで一曲聴いてください。大谷武春で君からのメッセージ。
い、お送りしましたのは大谷武晴で君からのメッセージでした。この曲はね、僕が昔飼っていた犬から、言葉の大切さ、そして命の大切さを教えてもらったよっていうね、メッセージソングになっておりまして、ライブ会場限定で販売している CD に収録されています。環境に優しい太陽光発電を、共鳴電工。太陽光発電といえば共鳴電工。あなたのために、次の世代のために、人に未来に優しい社会を目指します。私たちは共鳴電工です。涙、はい、早いものでね、もうエンディングの時間になりました。ね、たくさんメッセージいただいておりますのでね、また、ここでメッセージをご紹介したいなと思います。一宮市の終わりこんもさん、おめでとうございます。鈴鹿サーキットで8体が行われましたね。新聞を見ましたけども、ゲスト出演されました秋吉康介選手が所属しているチームが見事優勝しましたね。大谷さんの歌の力があったから優勝できたんですよっていうね、メッセージをいただきました。そうなんです、先月のね、29日から31日にかけて、鈴鹿サーキットで8時間耐久レースというね、レースが行われまして、この番組にね、ゲスト出演していただいた、秋吉康介選手がね、所属している、ホンダ FCC-TSR がなんと優勝しました。イエイ。はい、実は僕ね、生で見に来ましてね、鈴鹿8体に。で、もちろん観戦ね、応援してたんですけども、今回の8体はもうとにかく抜かれては抜き、抜かれては抜き、もう3位になっては1位になり、1位になっては3位になりってね、本当にすごく、接戦だったんですね。で、もう本当8時間があっという間に感じるぐらいのものすごい試合で、いろんな感動をね、僕もいただいたんですけども、本当にね、そんな秋吉選手の応援ソングを歌わさせていただくことで、僕もなんか改めて歌の力とかね、そういうのもすごい感じた、8体になりました。多分ね、応援に行かれた方もね、いたと思うんですけど、本当に暑くてね、その日は暑かったんですけども、それ以上に試合はね、暑くてすごく本当に楽しい、レースでした。またね、来年も僕は応援に行きたいなと思いますので、見たことがない人はね、ぜひまた来年ね、8体見てみてください。はい、ありがとうございます。そして番組ではあなたから大谷武晴へ、メッセージ募集しております。番組の感想などね、いろいろぜひ何でもいいので、送ってくださいね。メールはtake@tokairadio.co.jp、 ファックスは 052-961-0077、 はがきは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、いずれも大谷武晴のマイウェイラジオまでお送りください。そして大谷武晴は8月12日の金曜日、栄駅中ライブというね、ライブに出演しまして、実はですね、これ栄の駅のホーム内、ね、地下鉄のホーム内で歌っちゃうんですね。本当に乗り換えで待ってる人のね、前でこう歌うというね、すごい楽しいライブなので、ぜひお時間がある方は見に来てください。細かい出演時間とかは大谷武晴のホームページを見てみてください。それではお別れの時間になりました。また来週月曜日の夜8時50分にお耳にかかりましょう。シンガーソングライター大谷武晴でした。バイバイ。繋がれた鎖